まあ、女性で言ったらね、よく多いのが、やっぱ化粧水の問題とか、あと乳液とかもそうなんだけど、はい、乳液も結局あれ油じゃんです、うん、だからそれがひょっとして溜まってて、それが餌になってんじゃないのとか、え、うん、そういったのも考えてくるよね。つけすぎ注意ってことですか？とかいうのもあるし、合わない可能性もある。それがひょっとしてそのニキビができて、ニキビを隠そうとまた激しく、あ、ニキビを隠そうとしてまた化粧を厚くやっちゃうと、反対にそれがまたあのニキビ菌の餌になってんじゃないのっていうのは一つ考えられるんじゃないかな。はあ。かえって逆効果。はあ、気をつけないとですね、うん。だからやっぱり勧めるのは、やっぱあのきちんとした自然廃棄商品で、うん、やっぱりきちんとかクレンジングもやって、それと洗顔もやって、その後やっぱりあと皮膚を回復するようなもの、うん、酵素を振りかけると面白いのが皮膚の代謝が上がるんで、やっぱりいろんな栄養が入って、はい、それで下に浸透していくと、もう細胞の代謝が上がってくるからこう治りやすくなって、うん、すぐ効果出るものですか？そうだね、割とさっき言った殺菌をきちんとやってたら、はい、そして殺菌して菌がいなくなった時にやったら治ってきやすいね。へえ、うん、肌が強い人がそういう時にはいい化粧品するかもしれないけど、やっぱりニキビもそうだけど、皮膚が弱ってる時には、はい、いかにそういったあの自然派の化粧品とかそういうものをやっていくことが重要じゃないかな。自然派がおすすめですか？うん、やっぱそういうふうに自然派を歌ってるやつの方がいいんじゃないかなとは思うね。ほうほう。なんかブランドもんっていうんじゃなくて、なんかやっぱり薬用のスキンケア類とか、そういったものがいいんじゃないかと思います。はい。あの最近マスクをする機会が増えて、それでニキビも増えた気がするんですけど、うん、やっぱり関係ありそうですか？そうだね、簡単に言うと蒸れちゃうから。あ、蒸れちゃうし、そしてあの、まあ、言い方悪いけど、なんかこう、ここマスクしてると呼吸するときに人間って体の中に菌持ってるから、はい、口の中にも菌がいるから、それがやっぱりこうマスクの中でこう繁殖していって、それがちょっとこういうふうに細菌感染を起こしやすくなってくる可能性もあるんじゃないかなと、うん、まあ、やっぱりこう、まあ、できるだけもうね、はい、あの人がいないところでは外してあげる方がいいんじゃないのっていう気がする、うん、あとは清潔なマスクをつけることも大事かもしれないですね。あ、また清潔マスクがとても重要だと思うんだけど、うん、もう一つだから、マスクもあれ繊維でしょ、はい、繊維だからそれも新になんかなってないのっていう気がする。どうしたらいいんですかね。だからなんか変な話は、今こうプラスチックのこれワンクッション置くやつとかあるじゃん、うん、はい、あれだったらほら直接あの刺激に、繊維が刺激にならないから、まあいいんじゃないかなっていう気もするけどね。じゃああんまり安いからって100円ショップの硬いのとか使ってると、それも肌に良くなさそうですね。うん、可能性はある。そしてその繊維の中にそれをもう例えば漂白剤とか入ってないのとか、うん、だからどういった成分な、なんで真っ白になってるのとかこうあるから、そういうふうなマスクの作られ方っていうのも実を言うと問題になる可能性もあるんじゃないかな。考えたことなかったです、うん、でもそうは言ってもね、そういうふうなこだわってたら気にしないから、はい、要は自分の免疫をいかに上げてあげるかっていうことですよ、うん、ニキビができにくい体作りの方が大事ですかね。そう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 。動画の内容を必要な人にぜひ教えてあげてください。お問い合わせはこちらまで。